はい、今日2012年、全然違う、2020年、12月15火曜日、白馬五竜スキー場オープンです。はい、というわけで今日オープンしたわけですが、全面オープンしてません。上のアルプス平ゲレンデだけオープンしてます。で、今日は匿名希望のスノーボード女子 N さん、どうですか今日の雪は。めっちゃいいって。本当？最高だって。なんで今日、昨日4、50センチから70センチか80センチぐらい降って、もう全面パウダーです。すげー疲れます。じゃあ滑ろっか。カップルー。